この世界、テルカリュミレース。大地と海がどこまで続くのか、知る人はいない。なぜなら、世界にうごめく魔物たちに比べ、人はあまりにも弱い。我々の住む町を守る結界、我々は己を守るためにその中で生きながらえている。それを成す核となるブラスティア、世界に満ちた根源たる力エアルを使い、ブラスティアは火、水、光、繁栄に必要なありとあらゆるものを今日まで我々に与え続けてきた。やがていつの日か、結界の向こうに凶暴な魔物が生息することも我々は忘れてしまうのだろう。繁栄と成長を続ける世界、全ての人々のための平和、ブラスティアの恩恵によりさらなる発展を遂げていくだろう。
なぜこの町の結界はどうなっているんだ。平和の礎である帝都ザーフィアスより願う。世界が穏やかであるように。でかい声出してどうしたんだ、テッド。あれほら、アクエブラスティアがまた壊れちゃったよ。さっき修理してもらったばっかりなのに。なんだよ、厄介事なら騎士団に任せとけって。そのためにいいんだから。下町のために動いちゃくれないよ、騎士団なんか。世話好きのフレンがいいんだろ。もうフレンには頼みに行ったよ。でも会わせてもらえなかったの。はあ、俺フレンの代わりか。いいから早く来て、人手が足りないんだ。テッド、テッド、降りてきなさい。あんたも手伝うのよ。ちょっと待ってよ。もうユーリのバカ。騒ぎがあったらすっ飛んでくるやつなのに。あの調子じゃ魚しか住めない町になっちまうな。昨日は昨日で騎士団との揉め事に駆り出されるわ。今日は今日でアクエブラスティアが壊れると来たか。なんだってこの下町は毎日騒がしい事件が次から次へと起こるんだろうな。わかってるよ、ぼやいてても仕方ねえってんだろ。貴族の魔導士様もいい加減な修理しかしてくんないしな。
っと顔出しおったか。じいさん、水遊びはほどほどにしとけ。もう若くねえんだから。その水遊びをこれからお前さんもするんじゃよ。ハンクスじいさん頑張ってるな。責任感じてんのさ。修理代先頭立って集めてたのじいさんだから。その結果がどかんとね。けど魔導士が手抜き修理すんのはじいさんの責任じゃねえよ。まあな、じいさんもばあさんの畳まで手放して金を工面したってもん。じいさん、コア見なかったか。ブラスティアの真ん中で光るやつ。え？じゃあよ。まあ、コアがなければブラスティアが動かないってのか。最後にブラスティア触ったのは修理に来た貴族さんだよな。モルディオさんじゃよ。貴族街に住んでるのか。そうじゃよ。俺もういいから、ユリもみんなを手伝わんか。悪いじさん、用事思い出したんで行くわ。待て、待たんか。まさかモルディオさんのところへ行くのではあるまいな。貴族様の町に？これが？あんな息詰まって気分悪くなるとこ用事があっても行かねえって。まったく、ボディブラスティアで技を使えるからって無茶だけはするんじゃないぞ。また無茶せんといいが。どうでしょうね、あいつ下町のことだろ。いつも無茶。おかげで騎士団に目をつけられおって。まあいつものことですから、うまくやってきますよ。君、なんだか大変なことになってるみたいだね。ここだよ、ここ。僕はワンダー記者。起こった事件の記事を毎日お届け。君は新聞を読む習慣はあるかい？え、ない？そりゃいけない。今日のこの大変な出来事も君のところへ届けるよ。いつでもどこでも気軽に読めるワンダーログ、利用してくれよな。なんで壁の中にいるかは秘密。ではさらば。
聞いたか？下町のブラスティアの件。はい、故障したのを直そうと修理費を集めたとかで。ああ、連中宝物まで売って金を工面したらしいぞ。宝物ですか？どうせガラクタだよ、ガラクタ。一ガルドにもなりゃしない。一ガルドにすら、そりゃどんな宝物なんですかね。一度見てみたいもんです。だからガラクタなんだよ。あんなに言いたい放題じゃアンクス爺さんも肩なしだな。うわな、だ、誰だ。ガラクタの価値もわからねえならお前らはガラクタ以下だよ。ラピード、追えるか？ここもコアやられてやがる。こりゃ随分と手癖の悪いのが嫌がるな。にしてもさすが貴族様の町、コアの一つや二つじゃ誰一人騒がねえときたか。下町はコア一つでお祭り騒ぎってのに、余ってるなら下町によこせってんだよ。みっけ。相変わらず貴族様は優雅なもんだ。すぐそこの下町で起こった事件なんか関係ねえと思ってんだろうな。自分に害がないと興味も示さない。家でかくしたり身なり良くしたりする前にもっと貴族らしい器のでかさを見せてほしいもんだぜ。ここか。なんか人の気配がしねえな。他に入り口はねえのかな。お、開いてる。こっから入れんな。この家のどこかにモルディオが潜んでやがるはずなんだが。あいつは。よし、お宝発見。お前、モルディオだな。よし、よくやったラピード。なんだよ、コアがねえぞ。コアを取り返して一発ぶん殴ってやろうぜ。と聞いて来てみれば貴様なのであるか、ユーリ。ついに食えなくなって貴族の家に泥棒とは、貴様も落ちたものなのだ。なんだ、デコとボコか。ボコじゃないのだ。
逃げようとしてもそうはいかないのだ。逃げてるように見えるか。はあ、だから出世を見逃すのか。なんという暴言か。取り消すのである。この方が手っ取り早くていっか。アデコールは下がってるのだ。騎士団の名誉にかけ、ここは私が。いや、騎士団の名誉は私が守るである。下っ端は下がっているのである。下っ端はお前だろうが。いや、私が上司である。そんな風に取り合いされんのは光栄だけど、移動くらい満足にしろよな。いいのか。私が上司だ。いや、ボッコスは私の部下である。一発かましてやんないと分かんねえかな。おい、どうだ、聞いたか俺の攻撃。おねえ、話し合いの途中に攻撃なんて卑怯だぞ。俺、殴る前に一言いいかって聞いたよな。くそー。はい、貴様逃げるな。いや、逃げてるように見えるか。うるさい。おっと、防御デッド。防がれた。瞬人間である。よっと、なんだよ。私の技を勝手に防ぐな。で、むちゃくちゃ言うなよ。まあ、そっちが技で来るならこっちも行かせてもらうぜ。もういっちゃいっとくか。次のは痛いぜ。まさかこれで終わりとか言うんじゃねえだろうな。これで終わってたまるか。で、我々の実力はこんなものではないぞ。さて、本気で行くぜ。それはこっちのセリフでや。感謝しろよ、稽古に付き合ってやったんだから。
お前ら腕落ちたんじゃねえの？こりゃ馬車はもう無理だな。さすがシュバーン隊、こんな下民一人捕まえられないとは無能。これはキノール隊長、とても見苦しいところである。君たちのような生まれの卑しいヘナチョコ隊。シュバーン隊長にはご内密に お願いします。逃げたのがブラスティア泥棒なら、逃がしたのは税金泥棒かよ。しょうがねえな。飼い犬にも見放されるとは、これは傑作なのである。毎度毎度忙しいね、ユーリ・ローウェル君。僕も忙しいけど、ちょっとだけ遊んであげるよ。僕のキュモール隊がね。お前らがそうだからフレンが苦労するんだよ。あんな成り上がりの小隊長には苦労がお似合いだよ。終わったらいつものように独房にぶち込んでおいてくれよ。10日も入れれば反省するだろうね。ねえ、その例の盗賊が難攻不落の貴族の館からすんごいお宝を盗んだわけよ。知ってるよ。盗賊も捕まった、盗品も戻ってきただろ。にゃえ、そこは貴族のメンツが邪魔をしてってやつでな。今館にあんのは贋作よ。バカな。ここだけの話な、漆黒の翼が目の色変えてアジトを探してんのよ。例の盗賊ギルドか。おとなしくしてろ、もうすぐ食事だ。そろそろじっとしてるのも疲れる頃でしょうよ。お隣さん、目覚めてるんじゃないの。そういう嘘自分で考えんのか。おっさん暇だな。おっさんはひどいな。おっさん傷つくよ。それに嘘ってわけじゃないの。世界中に散らばる俺の部下たちが必死に集めてきた情報でな。本当に面白いおっさんだな。じゃあの道は蛇、試しに質問してよ。何でも答えられるから。海賊ギルドが沈めたお宝か、最果ての地に住む賢人の話か、それともそうだな。それよりここを出る方法を教えてくれ。なあ、何したか知らないけど、10日もおとなしくしてれば出してもらえるでしょ。そんなに待ってたら下町が湖になっちまうよ。下町？はあ、聞いた聞いた。アクエブラスティアが壊れたそうじゃない。今頃どうなってんだかな。悪いね、その情報は持ってないわ。モルディオのやつもどうすっかな。モルディオってアスピアの学術都市の天才魔導士とオタク関係あったの？知ってるのか？お、知りたいか？知りたければそれ相応の報酬をもらわないと。学術都市アスピオの天才魔導士なんだろう？え、いや、違うって。美食ギルドの長老の名だ。いや、待て。出ろ。いいところだったんですがね。早くしろ。騎士団長アレクセイがなんで。ノート。
騎士団長直々なんて、おっさん何者だよ。女神像の下。何をしている？はいはい、ただ今行きますって。そりゃ抜け出す方法知りたいとは言ったけどな。先月税の徴収に来た騎士と揉めてぶち込まれたばかりだってのに、またここの世話になるとはな。おとなしくしてりゃ飯は出てくるとはいえ、ここのまずい飯だけはなれねえ。ったく、キュモールのせいで面倒なことになっちまったぜ。マジで開くのな。相変わらずのザル警備かよ。これなら抜け出せっけど、脱獄罪の上乗せは勘弁だな。下町の様子を見に行くだけなら朝までに戻ってこら。女神像ってのも試す価値はありそうだ。何者だ？チェ、見つかった。いっちょやるか。戦い足りねえな。しばらく眠っててくれよ。これ以上罪状増やしたくねえけど、見つかったらやるしかないな。うろちょろしてる敵には気をつけないとな。戦い足りねえな。来やがったな。こんなもんだな。
ちゃやるか。そうか。リベンジなら受けて立つぜ。もうお戻りください。今は戻れません。これはあなたのためなのですよ。例の件につきましては我々が責任を持って小隊長に伝えておきますので。そう言ってあなた方は何もしてくれなかったではありませんか。それ以上近づかないでください。おやめになられた方が。お怪我をなさいますよ。剣の扱いは心得ています。致し方ありませんね。手荒な真似はしたくありませんでしたが。おい、いたぞ、こっちだ。お願いします、行かせてください。どうしてもフレンに伝えなければならないことが。フレンだって。フレン、私を助けに。誰？貴様、何者だ？ったく、こっそりのはずがいきなり厄介事かよ。こいつ、ブラスティアを持ってるのか。二人でかかれば問題ない。余裕。ったく、それが騎士のやることかよ。最近の騎士団じゃエスコートの仕方も教えてくんないのか。何すんだ。だってあなたお城の人じゃないですよね。そう見えないってんならそれはまた光栄だな。ユリ・ローエル、だから不届きな脱走者め、逃げ出したのは分かっているのである。ちん、またあいつらか。もう牢屋に戻る意味なくなっちまったよ。小さい。ルブラン小隊長は声でかすぎて耳が。ユーリ・ローウェル、もしかしてフレンのお友達の。ああ、そうだけど。なら以前は騎士団にいた方なんですよね。ほんの少しだけだけどな。それフレンに聞いたの？はい。あいつにも城の中にそんな話する相手いたんだな。あの、ユーリさん、フレンのことでお話が。ちょい待った、あんた一体何なんだ。フレンの知り合いなのは分かったけど、どうして騎士団に追われてんだよ。こっちだ。
事情も聞きたいけど、お互いのんびりしてらんないな。まずはフレンのところに案内すればいいか。はい。行くぞ。なんかいい匂いがする。本当です。何でしょう。そういや、この辺に騎士の食堂があったな。やるか。本気出しちまったな。リベンジなら受けて立つぜ。
こんなもんだな。戦い足りねえかな。この辺りだったような。あんたの立ってるそこがフレン。やけに片付いてるな。こりゃフレンのやつどっかに遠出かもな。そんな、間に合わなかった。で、一体どんな悪さやらかしたんだ？どうして？私何も悪いことなんてしてません。なのに騎士に追い回されるのか？常識じゃ測れねえな、城の中は。あの、ユーリさん。なんだよ急に。詳しいことは言えませんけど、フレンの身が危険なんです。私、それをフレンに伝えに行きたいんです。行きたきゃ行けばいいんじゃないのか？それは俺にも急ぎの事情があってね。外が落ち着いたら下町に戻りたいんだよ。だったらお願いします。私も連れて行ってください。今の私にはフレン以外に頼れる人がいないんです。せめてお城の外までお願いします。助けてください。訳ありなのは分かったから、せめて名前くらい聞かせてくんない？俺の刃の餌になり。ノックぐらいしろよな。俺はザギ。お前を殺す男にな。覚えておけ。死ぬ、フレンシーフォ。人違いだっつ。死ね。実は人の話聞いた方がいいぜ。ザギだ。俺の名前を覚えておけ。フレンじゃね。聞けよ。なんだよお前。お前こそなんだよ。俺はお前を殺して自らの血にその名を刻む。それ最高に趣味悪いな。楽しく楽しくなってきたし。その後彼らの行方を知る者は、ちょっと終わらせようぜ。リベンジなら受けて立つぜ。
こんなもんだな。やるか。楽できたな。この辺り…あんた…人違いだっつ…死ね。実は人の話聞いた方がいいぜ。ザギだ。俺の名前を覚えておけ。フレンじゃねえ。聞けよ。なんだよお前。お前こそなんだよ。俺はお前を殺して自らの血にその名を刻む。それ最高に趣味悪いんだ。楽しくなってきたぞ。ここへ、ファーストエイド。
俺、フレンに見えないよな。全然違いますよね。全身に力がみなぎるぜ。相手完璧に間違ってるぜ。仕事はもっと丁寧にやんな。この人はフレンじゃありません。そんな些細なことはどうでもいい。さあ、続きをやるぞ。そりゃどういう理屈だよ。ったく、フレンもとんでもねえのに狙われてんな。ザギ、引き上げだ。こっちのミスで騎士団に気づかれた。俺の邪魔をするな。まだ上り詰めちゃいない。騎士団が来る前に行くぞ。今日で楽しみを終わりにしたいのか。ここもゆっくりできねえのな。女神像の話にかけてさっさとおいとまするか。あの、ユリさん。わかったよ。ひとまず城の外までは一緒だ。はい。あの、私、エステリーゼって言います。じゃあ、エステリーゼ、急ぐぞ。待ってください。ドア直さないと。んなことしてる場合じゃねえだろ。でも。しゃあねえな。待ってな。ほらよ、さあ行くぞ。来やがったな。リベンジなら受けて立つぜ。ちょっと終わらせようぜ。どういう リベンジなら受けて立つぜ。さっきの連中のせいか。これ俺のせいとかになってねえよな。怪我人が出てなければいいけど。騎士団も自分たちの身くらいはちゃんと守ってんだろう。そうですね。ユーリ・ローエル、どこに逃げおった。ほら、元気なのが来たぞ。この声、ルブランだな。あの、お知り合いなんですか。ま、ちょっと前にな。あと、そんなことより急ぐぞ。その目立つ格好もどうにかした方がいいな。着替えならこの先の私の部屋に行けば。んじゃそれで行こう。
ここが私の部屋です。着替えてきますので少し待っていてください。わかった、手短にな。念のため。心外だな、覗くわけないだろう。フレンから会ったら用心するようにって言われてますから。余計なこと吹き込みやがって。お待たせしました。あの、おかしいです。いや、似合ってねえなと思って。そうでしょうか。何これ。よろしくって意味です。んじゃあ行くぜ。はい。ユーリさんって以前は騎士だったんですよね。フレンからそう聞いてるってさっき自分で言ってたじゃねえか。それにしてはお城の構造にあまり詳しくないように思いまして。あ、まさか偽物。そりゃどういう想像力だよ。下町の一般人になりすまして俺は何すんだ。それもそうですね。ほら、こんなところでうろうろしてて騎士に見つかると厄介だぞ。来やがったな。生命の活力、ここへ。よい。こんなもんだな。力が湧いてきました。ちょっと終わらせようぜ。本気出しちまったな。来やがれ。どうやって一昨日に。真剣に悩むな。いっちょやるか。文句なしの勝利です。下町の様子見て戻るつもりが、とんだ拾い物をしちまったな。拾い物って何です？よろしければ私がお城の人に届けましょうか。いや、あんたにだけはちょっと頼めない拾い物なんだよ。ふん。自覚がねえならいいって。
そうですか。気が変わったら言ってくださいね。世間知らずの貴族のお嬢様ってとこかな。でもなんだって騎士に。先ほどのザギと呼ばれていたような方がお城の外にはいっぱいいるんでしょうか。いや、ありゃ特別。あんな頭のイカれたやつ、そういるもんじゃない。そうですよね。よかったです。もしあの方が一般的な方だったらどうしようかと。あんなのがうじゃうじゃいたら暮らしにくくてしょうがねえって。やるか。戦い足りねえかな。フレンとは知り合って長いのか。2年か3年、多分それくらい前だったかと。ふん、あいつ城の中でうまくやってんの。フレンはとても真面目で誠実ですから、周りの人からも信頼されているみたいですよ。大きな任務を任されることも増えてきたと先日話してくれました。真面目で誠実ね。頭が固くて融通が効かないとも言うけどな。ユーリさん、痛くしたらごめんなさい。おととい来やがれ。全身の力がみなぎるぜ。
戦い足りねえな。じゃあちょっと終わらせようぜ。この像に何かあるんです？秘密があるんだと。秘密って言っても特別何も変わったものでは。動かしたら秘密の抜け穴があるとかな。まさか。やってみる価値はあんじゃねえの。本当にありやがった。もしかしてここから外に？保証はない。俺は行くけどどうする？行きます。なかなか勇気のある決断だ。しかしあのおっさんマジかよ。見た？どうした？やっぱりやめんの？いえ、手怪我してます。ちょっと見せてください。ん？ああ悪い、綺麗なブラスティアだと思ったらつい手が。本当にそれだけです？本当にそれだけって。ありがとな。いえこれくらい。ほら行くぞ。こんなところにも魔物が嫌がるのな。魔物？あれが？見たことないか？じゃあちょっと片付けますか。ユーリさん、前からも。厄介だな。多すぎだろ。一体ずつ確実に。そうか。それ。余裕。生命の活力。ここへ。
決まりました。決めたのは俺。あれ、ま、こんなもんか。いっぺんに襲われた時はどうなるかと思いました。敵は括弧撃破が戦闘の基本だけど、たまにはこういうのもある。そうなんです。じゃあ気をつけて進んだ方がいいですね。少ない敵を相手にして確実に倒すか、いっぺんに多くの敵をなぎ倒すか。それユーリさんはどっちなんですか？どっちでもいいだろう。さあ急ぐぜ。あ、ちょっと待ってください。地下の通路を教えてくれた人に感謝しなきゃいけませんね。別にお前が感謝する必要はないんじゃないか。私だって外へ行きたかったんだから、あなたと同じです。それならそれでいいんだけど、なんでか素直に感謝する気になれないんだよな。ダメです、恩ある人にはちゃんとお礼しないと。会ったこともない相手によくそう律儀になれるもんだな。会ったことのない人だからこそ礼を失してはいけません。うん、そういうもんかね。そういうものです。いっちょやるか。それっちょっと終わらせようぜ。戦い足りねえだな。力が湧いてきました。痛くしたらごめんなさい。こんなのどうです？シャーピー、リベンジなら受けて立つぜ。刃に宿れ、さらに宿れ、シャーピー、
こんなもんだな。リベンジなら受けて立つぜ。眩しい。もう朝かよ。一晩無駄にしたな。貴族街に繋がってんのか。窓から見るのと全然違って見えます。そりゃ大げさだな。城の外に来るのが初めてみたいに聞こえるぞ。それは、まあお城に住むお嬢様ともなれば好き勝手に出歩けないか。はい、そうなんです。まあとりあえず脱出成功ってことで。あの、何か間違えました？いや別にな。でエステリーゼはこれからどうすんの？フレンを追います。行き先知ってんのか？先日騎士の巡礼に出ると話していましたから。ああ、あれか。帝国の町を回って善行を積んでこいってやつ。はい、だから花の町ハルルを目指します。騎士の巡礼では最初にハルルへ行くのが習わしですから。となると結界の外が。ユーリさんは結界の外を旅したことあります？少しの間だけならな。興味はあるけど下町を留守にするわけにはいかないしね。俺も下町に戻るから町の出口まで案内するよ。ありがとうございます。
のこの脱獄者待つのである。ここが年貢の納め時なのだ。バッカモン、能書きはいいからさっさと取り押さえるのだ。どうしましょう。なもんこうすんに決まってんだろ。どうえ、下町に逃げるぞ。おい、ユーリ、どこに行っとったんじゃ。ちょいとお城に招待受けて優雅なひとときを満喫してた。何をのんきな。その娘さんは。こんにちは、エステリーゼと申します。いや、こりゃご丁寧に。いや、それよりも騎士団じゃよ。下町の惨状には目もくれずお前さんを探しておったぞ。やはり騎士団と揉めたんじゃな。ま、そんなとこだ。ラピードは戻ってるか。うん、何か袋をくわえておったようじゃが。その袋は。お前さんの部屋に置いてあるはずじゃよ。なら後で取りに行って振ってみな。いい音するぜ。モルディオも楽しんでた。モルディオさんに会ったのか。当人は逃げちまったけどな。アスピオって町の有名人らしいんだ。逃げた。ということはやはり貴族って肩書きも怪しいな。アクエブラスティアも水漏れ通り越して止まっちまったみたいだな。怖がなくてどうにも動かん。残りの水でしばらくは大丈夫だよな。じゃが長くは持たんよ。あとは腹壊すのを承知で川の水を飲むしかないのかの。騎士団は何もしてくれねえし、やっぱ泥棒本人から子は取り戻すしかねえな。まさかモルディを追いかけて結界の外に出るつもりか。心配すんなよ。ちょっくら行ってすぐに戻ってくっから。誰が心配なんぞするか。ちょうどいい機会じゃ。しばらく帰ってこんでいい。はあ、なんだよそれ。お前さんがいなくてもわしらちゃんとやっていける。前にフレンも言っておったぞ。ユーリはいつまで今の生活を続けるつもりなのかとな。余計なお世話だっての。
くも可愛い部下を二人も。お縄だ、神妙にお縄につけ。ま、こういう事情もあるからしばらく留守にするわ。やれやれ、いつもいつも騒がしいやつだな。これで金の件に関しては貸し借りなしじゃぞ。年甲斐もなくはしゃいでぽっくり行くなよ。お前さんこそのたれ死ぬんじゃないぞ。あ、待ってください。おじいさん、私も行きます。あやつの面倒を見るのは苦労も多いじゃろうが、お嬢さんも気をつけてな。はい、ありがとうございます。騎士様、噴水はいつ治るんですかい？シャフの入れ歯を探してもらえんか。バカモン、通れんではないか。公務の妨害をするでな。スナップ、今叩いたやつ覚えとけよ。花の町ハルルに行くのだ。ほら、お礼持ってきな。普通の人は町を離れないし、それでも作りはマシな方だよ。空白は自分で書き込んでいってくれ。まずは地図にある北のデイドン砦に。できて嬉しいだけだろう。おい、誰だよ金まで入れたの。待て。しょうがねえ、一旦もらっとくか。何事だ。ラピード狙ってたろ。犬。じゃ、まずは北のデイドン砦だな。あ、はい。どこまで一緒かわかんねえけど、まあ、よろしくな、エステル。はい。あれ？エステル？こちらこそ、よろしくお願いします。しばらく留守にするぜ。行ってきます。地図に、旅に必要な道具に、それにお金もたくさんいただいちゃいましたね。ったく、あいつらも生活きついってのに無理していろいろよこしやがって。それだけ有利の旅立ちを心配してくれてるんですよ。今頃問題児がいなくなってせいせいしてんだろ。そんなことありませんよ。まあ、こんだけ借りを作っちまったら手ぶらじゃ帰ってこれね。
何が何でもアクエブラスティアのコアは取り戻さねえとな。戦い足りねえかな。一歩前進ってな。あいつはさっきから何ブツブツ言ってんだ。おい、ぼんやりしてると置いてくぞ。エステル、エステル。聞こえちゃいないか。おい、エステル。はい、今行きます。呼び名がそんなに珍しいのかね。
い足りねえな。ユーリ、こちらの犬は。ああ、俺の相棒のラピードだ。こちらこそよろしくお願いします。こちらこそってラピードが何言ったか分かったのか。いえ、全然。まあそりゃそうだよな。力合わせていきましょう。一丁やるか。しかし、こんな形で旅に出ることになるなんて思わなかったぜ。ユーリは、テイトから離れたくなかったんです？ま、下町なんかに住んでると、今日を生きるのに精一杯でね。あんまり真剣に考えたことなかったんだよ。漠然と旅に出てみたいとは思ってたけどな。私は、ずっと外の世界に憧れてました。ただ外にいるだけで感激してます。ま、感激するのもいいけど、ほどほどにな。フレンがピンチなんだろ。だから、フレンを心配しながら感激してるんです。わかったよ。こんなもんだな。魔物って思ったより簡単に倒せるものなんですね。手こずるよりはいいだろ。だってかわいそうだから。ずいぶんとお嬢さんは心優しいな。俺にはおとなしく食われる趣味はないぜ。そうですよね。ここはお城の中とは違う。弱いものは強いものに食べられてしまうんですね。俺たちは食べやしねえけどな。私覚えておきます。え、まあそりゃ構わんが。そしてテイトに戻った時、倒した魔物のお墓を建てて、そこに倒した魔物の名前を全部彫りたいと。We'll be right back.
結界の外って思っていたよりもヤバい感じじゃねえな。でも結界の外って本で読んでいた通り魔物とか言ってとても危険ですよ。そうか、騎士団が巡礼なんて言って街を巡ること考えればこれぐらい大したもんじゃないだろう。ユーリみたいにほとんど街の外に出ない人もいますけどね。エステルに言われてもな。ユーリを追ってきた騎士でしょうか。どうかな、まあんま目立たないようにな。はい、私も早くフレンに追いつきたいですから。んじゃ、さっさと砦を抜けますか。本当に分かってるの？はい、いらっしゃい。今日はいい品入ってるよ。かの剣将アッサムが売ったスキルの宿った名剣だ。旅をするならスキルは重要だよ。スキルって？スキルとは武器に宿った戦闘技術のこと。戦闘技術は本来誰かに指示し教わるものだが、剣将アッサムは特殊な方法を用いその技術を武器に封じ込めた。ボーディブラスティアには力を封じ込めた武器より技術を習得する機能がある。武器を使い続けることでその武器に宿ったスキルを装備者に還元することができるです。お嬢さん物知りだな。まあそういうこった。昔にクリティア族が人間に伝えたと本にありました。へえ、ボーディブラスティアって技や魔術を使うためだけかと思ってたぜ。自分に合った戦いをするためにスキルを考えながら武器を選ぶってのが賢いってものさ。スキルのない単純に攻撃力の高い武器もある。戦い方好みだけどね。武器に封じ込められたスキルはその武器を装備した時点でお前さんのボーディブラスティアに収められる。その武器を装備していればその武器に封じ込められていたスキルはいつでも使えるが、もしその武器を外したらその時はちゃんとセットしてやらなきゃいけない。スキルは4つのカテゴリーの組み合わせによって成り立っている。スキルを何個かセットするとそのセットしたスキルのカテゴリーに応じてボーディブラスティアのコアに門が浮かび上がることがある。例えば攻撃系のスキルばかりたくさんセットすればフレックの門が浮かび上がる。この門は自身の物理攻撃の効果が上がっていることを表している。どう組み合わせればどんな効果があるかは試してみてくれ。全部説明してると日が暮れちまうんでな。今ので分かったか？なかなか物分かりがいいな。お嬢さんの読んでる本にその辺のことは全部書いてあるぞ。おさん、こんな場所で商売やって繁盛してんの？いや、俺も好きでここにいるわけじゃないんだ。砦の向こうに魔物が出ちまって足止め食ってるのよ。魔物がね。だそうだぞ。うん、聞いてないと。え、
ました？情報を集めてくるからそこで待っとけって言ったの。あ、私も行きます。いいよ、持って行きな。そんな古くてページの抜けた本でよければね。ありがとうございます。その本、面白いの？面白いですよ。後でユーリにも貸してあげますね。Thank you.